なんでびっくりした、ちょんちょんちょんって先してたからな。すごくね、あの大量発生してるらしいね、トンボ。イエーイ、初めての栃木に来ました。ごきげんよう、山口彩希です。今からちょっと森の中に入っていきたいと思います。森、じゃあ今からレッツゴー。じゃん、日光東照宮に来ました。はい、わーお、めっちゃいい感じやん。トンボつけて、トンボつけて頑張っていきます。じゃあ、じゃん、階段なんてよりよさ、今日はズボンだからね。わあ、綺麗。綺麗。綺麗すぎるやん。江戸と日光、新たなつながり。いいじゃーん。かっこいい。見て、柱に刻まれてる。これなんか見えるかな、見える、思い出をかっこいい、刻まれてる。わー、五重の塔です。もう映りきらんし、ちょっと待って、はい、じゃーん、五重の塔です。じゃーん、すごー。かわいい、鳥居がかっこいい。なんか作りがすごすぎ。人おる人、えー、すごい。これシーサーいてます、シーサー、シーサーがいてます。なんか全部がピンピカピン、キラキラキラ、すごい。眠り猫、ちっちゃ、かわいい。なんか思ってるよりそんなに暑くないっていうのが、人いっぱいやわ、ちょっと人いっぱいやから。なんか修学旅行生がめっちゃ多い。綺麗、綺麗すぎるぜ。めちゃくちゃ階段おもろ、お参りするだけお参りこんだけ必死こいて登ったのに、必死こいてこれ階段登ったのに小学生が教えてくれました登るだけよ、登るだけだよ、上に何もないよ。そんなことないやろ、あるある、いい運動ですわ。大切なお墓がありました。お茶が、この販売機全部お茶に特化してる。すごい、何キロ、すごい。今からおみくじしたいと思う。これ見て、この汗。ごいくんを引きたいと思います。ごいくんのおみくじを、じゃあいきます。ポロリン、君に決めた。28番、足がプルプルしてる、さっきの階段で。あ、小吉や。ガーン、小吉でした。ガンではないか、まあいっか。ウトキをちょっとくくっていきたいと思います。末吉、末吉か。アイクはこれ今買った、緑にしたよ。さあどうだろうね。中吉でした。さっき小吉から格上ですわ、上がりました。イエーイ、綺麗ですな。あ、じゃあ5万にしようかな。三福団子、うん、三福団子。
切れてるやん。じゃーん、ごまのなんとかなんとか、ごまの味噌の味噌のなんとか団子です。いただきます。うん、これめっちゃ美味しい。今まで食べたお餅の中で一番美味しい。団子やけど。めっちゃ美味しい、もちもち。なんか外はカリッとしてんねん。で、味噌も甘ったるくないねん。うまいで、これ。団子を表現するのでもちもちっていう言葉を使うのよ。おいしい。めっちゃおいしい。食べちゃうよ。全部一人で食べちゃうかね。そうやん。うん、風味がいいから。じゃーん、プリン買ったよ。プリン2個も買っちゃいました。イエーイ。ということで今から食べたいと思います。イエーイ。じゃーん、湯葉プリンにしました。食べてみます。いただきます。うわ、プルプルなんですけど、こぼしませんように、神様仏様や。いただきます。え、豆腐や。豆腐でした。めっちゃ豆腐、めっちゃ豆腐な感じ。みたらしのタレやからさ、めっちゃ豆腐、おいしい豆腐。みたらしのタレやからさ、めっちゃ豆腐ってどういうこと？なんかもう食べたらわかるわ、豆腐って。いや、みたらしのタレと豆腐がどう、タレやから豆腐っていうの。なんかまあ、なんかわからんけど、なんか醤油って感じやから、みたらしの醤油って感じで、豆腐、醤油、豆腐に醤油かけるやろ。母音が似てるかな。違う違う、豆腐と醤油。違う違う違う、その言葉のニュアンスではなくて、物理的に食べた時に醤油と豆腐のあの懐かしいあの記憶が脳内に走り幅跳び。腹立つ、腹立つなんやねんの。じゃあゆっくり食べます。続きまして、日光クラシカルプリンです。なんか日光プリンがな、1番人気やって、でこれ3番人気やねん。やけど上にこうやって別掛けでカラメルソースかけれるっていう、昔ながらのっていうので惹かれました。じゃんじゃがじゃんじゃん、ちょっと固めのプリンでー。昔ながらのプリンがやっぱな、何にしよう、美味しいねんってな。うんうん、森の中入った。え、美味しい。やっぱりこっちやな。湯葉も美味しかったけどさ、やっぱりこの固めのプリン、そしてこの苦めのカラメル、それがもう相まって、あの嬉しい。感情を言ってしまうぐらい美味しい、嬉しい。みんなこれから美味しいのを飛び越えたところはもう嬉しいでいきましょう。もう嬉しい。どう、この昔ながらの第3位のプリンは、あのどう。聞いてんだけど。あ、俺に。うん、美味しかったよ。美味しかったな。どっちが好き、湯葉と。こっちの方が好き。一緒やん、金合うやん。もうめっちゃすん無視する。カムサルキャリス、なんかチーズのなんか、あのたまりなんとかあって、たまり漬けの店があったから入りたいと思います。これ買いました。たまりってたまり醤油のことですよね。そうですね、はい、醤油ですね。熱っ。湯葉も買おうかなと思ったんですけどやめまして、たまり醤油のチーズ漬けみたいななんか買いました。あのこれチーズだよん。家帰って食べる、楽しみ。じゃあ道の駅に来ました。お塩があります。あ、これあれやん、こんにちはやん。足湯がありました。足湯に入りたいです、私は。じゃーん、はい、足湯
失礼。見てお花めっちゃ綺麗んだが。綺麗。まさかの綺麗さ。行くか。めっちゃ綺麗じゃん。うわーめっちゃ綺麗。うわーこんなとこ住みたいわ。綺麗。さっき足湯とかいろいろあったところに行かれへんかった、時間なかったから。で今ちょっと運転さ2時間ぐらい頑張って可愛い花頑張ってきたけどさ、雷鳴ってる。え何これ雷、雷鳴ってんねんけど、こんな天気いいのに。なんで、え聞こえる、え雷鳴ってんねんけど恐ろしい。で運転2時間ぐらいしてん、だからさめっちゃちょっと疲れてんねん今日。疲れてるけど今からそばを食べに行くから、それまでは頑張って歩いていきたいと思います。あ待ってめっちゃ可愛い、これあれじゃん、マリーゴールドじゃんこの花、知らんけど、ほらな、ちょっともう焼けるから日がさしてお店までギュン。ここに決めました。じゃんじゃかじゃんじゃかじゃん、なんかネギでそばを食べるそうです。うんすごい文化。大正8年や、創業1919年や、すごっ。冷たいのする、うん、このネギの冷たいやつにします。アイスコーヒー、レモンかわいい。遅ったのかコーヒー飲んでいい、いいよ。ハーブ園でも俺みたいなハーブ園のこれだけやねん。あーなるほどね、あーそうな、あーなるほどね、それだ、見たわ見たわ、やろ、うん、これついてた、コーヒー混ぜるやつ、斬新。そうやな、ゆっくりゆっくり過ごそう、ここ過ごして、そうそうしよう、やっぱりそんな慌てたらな疲れちゃうしな。猫姫生誕の地とかあるけどな行きたいとこいっぱいや一日じゃ無理やしな、一人旅で来ますわ。車ではちょっと無理かもしれないけど、電車で一人旅で来ようかなって思いますよ。うん、みんないつ一人旅すんねん、あれからいつ一人旅するねんって思いの皆さん。いや8月夏は忙しいですね。うんありがたいことです。早く来ねえかな、すごいめっちゃでかない、手がこれぐらいとしたらバッチバチ、うわー美味しそう。でもははー、これをいただきます。じゃあいただきます。来た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 、はい、冷たいお花です。召し上がりください。はい。わお。今8月目です。はい。よし。食べるぜ食べるぜ。どういうこと？ふわふわ。待って待って。これ色、ごめんな。色が茶色い。お餅。めちゃくちゃ美味しいな。お餅。美味しい。あんこ。うん、おいしい、もっちもち、なんかすごい色がさ茶色やね、茶色、お餅が茶色、あ全然余裕でいってますね。どう、気になった、味なすぎフィガロ味ないやんって言いそうねやばいやばい、かけて言うてましたやん。でも蕎麦の味はどうですか？美味しい。美味しい。うまい。美味しいです。おお。全部かけちゃう。何ですか？このネギで食べます。いくじ。ネギ、無理やん。どうやって食べたの？無理やん。無理やろ。誰か教えてくれ、プロ教えてくれ。かき氷お待たせしました、うん、ちょっと待って、プロの、うん、プロ教えてくれ、うん、プロ
まずこうジギジギジギってその刺してジギジギジギ。あ、失敗した。ジギジギジギ。キュッキュッ。できてへんないか。どういうことやな。これできた、ほら。おお、ほんまや、すごいすごい。ちょっと口も食べてないんだけど、まだ。出てるの、ほら、見て。うん、嘘。もうこっからいって、いただきます。うん、そば美味しい。でもこのネギも一緒に食べたい、会議には。あの、帰られ。ネギもかじんねんで。あかん。ネギ甘っ。ネギ別に別個で感じたらええやん、こうやって一緒に食べる。あ、辛いな。梅干し食べたい。これは無理ゲーや、無理ゲー。梅干し取るの無理ゲー。かじったところに乗せる無理。ちょっとなんか行儀悪くなっちゃう。梅干し美味しい。ジュクジュクジュク。よっ、食べられへん。平つく先から1本ずつしか食べられへん。うん、でもそれよりも何よ、これで握り食べねえって話。これは別にお箸でもいいんちゃう。そんなノリ悪い。いや、これも普通に考えてネギちゃん無理やろ。これは箸ですよ、しょうもないちゃうね。大々的に残してるやん。これ名前や。箸ですわ。でももう最後のラストスパートやからネギでいきますわ。全部ネギでいった。もちろん。すげえ。うん。こんな最後どうしたの？パクチーつけて食べて。そうせないしゃあない。ほぼ全部食べました。ネギもったいないな、これ。辛いね。でも美味しいけど。美味しかった。初めての経験やったな。美味しかった。ごちそうさまでした。じゃあこれみんなさ、うん、薬味で食べてくだ、ネギ食べてくださいって言われるこっちは見てるけど、うん、実はほんまに店が食べてほしい。こっちやった。ガーン声出へん。あ、なるほどな、こっち、こっち食べなきゃな、こっち美味しい。ハムハム。これを求めてるとしたらどうする？それやったら書いてるやろ。いやいや、ここやっても書いてないやんけ。いや、絶対大体食べるのはそこやん。うわ、潰されてる。うろり。あー、トンボちゃん、こっちへおいで。私はここに鬼山がついてるからね。何も怖くないぜ。美味しかった。お蕎麦最高でした。お蕎麦といえばお蕎麦です。ちょっともう頭回ってません。ちょっと動画回した瞬間に平凡な。あ、トンボちゃん。はい。雨降りそうです。やばいです。トンボやで。8やった。8でした。水がね、もう見てほら。そもそもが綺麗。こんな感じなんですわ。いいよね。あれや、背中かきあるや、
孫の手か。こういうなんかちょっと昔風チックな通りいいよな。これ岐阜かどっかにもあったよな、こういうとこ。あ、待って、蝶々おるから蝶々撮るわ。リンリンカチカチめっちゃ売れてるやん。一番人気やね。どんな顔しとんねん。今撮ってる人の顔どんなんか表しましょう。こっちがし、ケンケンピロピロって取れたか取ろう思ってんのに、ずっとやめかやめや、もうおりゃ帰るぞ、やめとけ。もうキョキョキョ、いつまで来んねん、いつまで来んねん、おらおら全然怖がれへんやん。ちょん、え、触れんねんけど。ちょん、え、全然怖がれへんやん。え、嘘やろ、羽触れんねんけど。そんなことある？おいおいおい、かわいい。よー、連れて行かれへんで。なんでびっくりした、ちょんちょんちょんってさっきしてたからな。すごくね。ちょっと虫使いになってしまった。やば、見て、なんかあいけ、さっき羽ちょんちょんちょんってしてた、あのトンボがついてきた。わかった、オニヤンマおるからや。かわいこちゃん、すごくない、こんなことある。やばいやばい、これは非常にやばい。かわいい。バイバイ。すごくない、こんなことある。その触ってたやつ、そう、多分あの子だって色があんな感じやから。それか愛が鬼山つけてるからこっちにおったら安全やと思って、まあ、あの言ったツバメ方式やな、人間の近くにおったら襲われへん的な要素で。何生きてんねん、ちゃうね、ほんまのこと言ってんねん、これは生きてるわけじゃない。何ツバメ方式って。ツバメはな、だからあれやで、人間の近くに、家の近く、人間の家につけるやろ。いやね、それはあれ、天敵から襲われへん、はいはいはい、最後まで引け。ツバメ起きた。多分オニヤンマつけてるから守ってくれると思ったよな、あの可愛い子ちゃん。可愛かった、飼いたかったけど我慢した。みんな可愛かった。あんなことある、もうなんかもう幸せがめっちゃ舞い降りてきてる。ありがとう神様、仏様、ああ、ありがとうアイク様、あ、幸せがここにあり。ありあり。